はい、おはようございます。昨日仕事一段落して、こんなに綺麗になりましたね、机の周りね。なんか、バタ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 いろいろとございますけれども、なんかほら奥の方にあるでしょ、これが、血糖値を測り続けたチップの、記録ですね。なんかいろいろいろんなものありますね、この間のやつ。色ああしんどい。でもなんか今日は朝から、今6時です。今日はなんか子供お弁当じゃないっていうんで、今日僕と、なんで今日親父と直子さんが3人で食べるのを作ればいいわけですね。いろんなもんあります。ちなみにこれ見てください。これがあの、もつですね。もつをこんな風な形で、固まるんですね、油がね。この油だけをこうある程度捨てちゃいます。捨てちゃうのね、もったいないけどね、しゃあないねそれでまあ今日は朝から何やるかというと、これなんかね、安売りでしたね。鮭のハラス、昨日買ったやつですね。ハラスってこの内、お腹の内側の部分で非常に脂肪が多くて美味しいところですよね。これもかす漬けになってますね。ベーコンでやってますね。でもかす漬けだからちょっと足が遅いんで、足が遅いって言うとなんか変だな持ちますんで、これこっちの方食っちゃいましょうかね。でも夜食いたいなこれな。じゃあ一夜干しちょっと焼いてみましょう。それでこれは唐揚げにしますね。それとここあるからこちらのやつ、鶏ハムを作って唐揚げを作ると。そうすると、いいですね。鶏ハムで唐揚げじゃないですね。早めにこれは勝負一人しないといけない種類なんですね。でこれ豆腐があるから豆腐も食べましょう。もつ煮は昼ぐらいにちょっと暇見てやりましょうかね。ということで今日のご飯はいろんなものですが、天ぷら系に走りましょう。はぁってね、これは味噌汁につきますね。天ぷらにするのに、ピーマンの素揚げなんかもうまいですね。ナスも美味しいよね。キャベツも美味しいよね。キャベツもあの、かき揚げ美味しいよね。変だね。キャベツのかき揚げね、玉ねぎとキャベツのかき揚げっていうのは結構うまい。でこの辺もほら芯の方になってきてるから、なんかキャベツサラダで食うのは嫌だなと思っちゃったりしますよね。じゃあちょっとかき揚げを作ってみよう。面白いからな、面白いからな , 笑ってどうすんだって。ここはね、こちらに来ました。よいしょ、電気をつけたら、もうオーブンスイッチ入ってたかな、ね、オーブンスイッチ入って、あと型をちょっと見ながら、味噌汁のお湯を沸かし出しましょうかね。昨日乾燥わかめ買ってきたんで、味噌汁の具には一品添えますよね。嬉しい。なんかどうしても3品以上入れると豪華な感じするなっていうのがね、味噌汁ですよね。豪華じゃないの、豪華じゃないのね。油ですね。油を温めながらね、今日はなんだっけ、鶏とやつと何とだから、あったかくなってくる。ちょっとかき揚げだね、かき揚げ小僧だね。かき揚げ小僧か、何から行こうかな。まずは鶏ハムから行きましょうかね。鶏ハム、鶏ハムは全く独立して進んで独立して終わるという種類のものなんで、ええー、ねん。
いい鍋が今ちょうど出来合いがないね。いい鍋ないね。という時には大御所に行きます。大御所、大御所ビタクラフトですね。これね、丸本芳生さんが一押しのやつで、まだあの無水鍋がそんなに世の中に認知されてない時代に無水鍋 の, あのトップブランドとしてね、すごかったですね。いまだにそう思いますよ。あのやっぱ よそもいっぱい無水鍋って出してるんですけど、要するに蓋とこれがあのぴったり合わさるようにできてる鍋ですからね。それだけの話なんだけど、やっぱりビタはいいよね。高えよ相当高えよね。相当高えよ。相当高えよ分なんですよね。鶏ハム作るときはこれお湯で結構ですけどね。お湯でいいです。お湯よくなんかこうやってお湯入れると打破したのごとく嫌がる人もいるけど、そんなことないです。お湯でいいです。これの方があの早い時間からこいつがこう温まり出しますから、これはいいと思いますよ、僕は。お湯の方はね。それでを少々、うん、ね、月経感が外すな。月経感お、もう色変わってるのもある。あのあそこから持ってきますよね。2枚生えてるんですね、1本ね。それそのまま使っちゃいます。もうちょっと上入ってみます。そしたらこれは電磁調理器ですね。電磁調理器で 1,2,3,4,5 分、火力台で5分ですね。そうすると大体沸騰してくれますね。で、オーブンがだんだん焼けてきてます。これもデロン、これはデロンビっていうイタリアンのメーカーですよね。結構いいです、僕好き。で、このままね、一夜干しを焼きましょうか。一枚だけ焼きましょうかね。お、なんか二枚くっついとるぞ、これ。紐でくっついとるぞ、これはゴムだわ。うわ、ゴム出んねん。いいのか、ゴムって。これでこうやって焼くとあんま面白くないんだよね。こう網の上にトンと上がった方が、こういう紐の系は美味しいですよね。でもこれ揚げてみてもうまいかもな。どうせ天ぷらするからね。しばし熟考。うん、揚げてみよう。揚げてみるんやね。揚げてみるんやね。はい、ドロドロの油です。ドロドロの油いーん。酸化してて俺の寿命を縮めると医者が言うドロドロの油いーん。これがうまいねーんと俺は言ってる油いーんですね。はい、油いーんの歌でした。油いーん。はい、今日ちょっとね、油を足しちゃいましょう。ひまわり油は僕はよく使うんですね。なぜかというと、安いからですよ。で、こう、ちょっとね、ココナッツオイルなんかもね、使いますね。なぜかというと、安いからですよ。まあ、油なんて、まあ、そんなに気にしないでいいですよ。そもそも生命にとって油ってのは重要なものだし、体内で代謝がかかりますから、体内でみんなこういうのはあの何がいいかにがいいなんつったって、それはもう商業主義的なイメージしかないですからね。それが本当にいいかどうかなんてのは一人一人でみんな違うんだから、
それをね、みんな、よっしゃ、甘煮油としゃ、甘煮油飲んでりゃ、100まで生きるぞバカかこいつだったんだよね。こんな生きてどうすんだよ。なんかそりゃね、18歳ぐらいの、あの、体の運動能力があるまんまで100まで生きれて、ああ、気持ち悪いだろうね。よし。魚インしましたね。魚インじゃない、油インしました。油イン。ああ、そうそう、オーブンいらない。ちょっと寂しい。やっぱり焼こう。ここまでやってあるんだからな。オーブン焼いたからな。やっぱり焼きます。ああ。おお、沸騰しとる、沸騰しとる。沸騰しとる。待ってくれ、待ってくれ。どうしてるね、君は。沸騰してるね、君は。よいしょ。ちょっと火弱めちゃおう。いや。沸騰してるね、君はの歌でした。はい。こうやって切るのがよくやるんだけど、一回こうやって切ったら、袋が味噌汁に入っちゃうんですよね。それ以来 NG 行為になってますけど、 NG でもこすりゃ違うのさ、俺は悪いやつ、悪いやつ。ちょっと早いのはなぜかというと、4時から食事と、実家のお寿司とかいろいろ仕事してました。そりゃ仕方ねえだろうな、入ってな。はいはいはい、天ぷらは今一生懸命上がっていってます。上がってるんじゃない、温度が上がってってるんでしょ。これほっとき、どうしようかな。味噌汁はいずれもでしょう、かき揚げもいくでしょう。そうすると、まず何が必要かと申しますと、この人たちですね、この人たち。ちょっとこの間叩かなかったらあんま美味しくなかった。美味しくないってことはないんだけど、やっぱ叩いた方が良さそうですね。この人たちはね、この人たち。お、プープープー言ってます。お、もういいのかな。電池調理器の方がね、時間が来ましたよーなんて言ってましたね。ちょっと見てみましょうかね。あ、まだ全然じゃない。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10分。これ押してなかったかな。おい、そう、お前ね、ボケてんじゃないの。物忘れとかにいい薬ありますよ。そんなもんいらねえよ。まあ一生懸命だよね、薬屋さんもね。認知症に効く薬あったく、うちの母も認知症だったんですよね、最後の頃ね。認知症に一番よく効くのは、マサヤさん、あなたですっていう、あの、うちの奥さんには言われましたよね。あの、カッと怒り出すとかってのはものすごく激しかったんだけど、徐々に徐々に一緒にいる時間が長くなれば長くなるほど、あの、なくなっていきましたね。不思議でしょ。今考えれば何にも不思議じゃないよね。人間ってのは環境の中で人間になってるわけだから、もうそのいろんな意味で一緒にいなきゃいけないはずの時期にいれないっていうことはやっぱり仕方ないよね。だから認知症とかの方はもうもろ社会の問題ですからね。それをなんか病気のように言うのは間違ってる。病気じゃない。社会の現象。社会の現象は薬じゃ治らない。わかった？わかったかね？このお医者さん。まあ、薬飲んで、障害してる人には大変だろうけど、しゃあないよね。なんなんだよ。薬か。わかるよ。それは知ってるよな。頭にもね、頭いい人は知っている。だから治らないことも知っている。変な歌を歌いました。でもこうやって毎日
食事を作ってればどうなるのね。こういうふうに食事を作れないのがね、つまりは問題なんで、みんなで作るの別に立派なわけじゃないよね。糖尿病でインスリンの治療するかどっちいいって言われて、じゃあこっちって言って、でもそんなの誰も信じないけど、やってみたらなんか結局エバシンも人気下がるからな、いいってことじゃないのっていうふうなことですよね。それだけの話ですよね。しまった、味噌汁がどん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 、行き過ぎる。ちょっと止めておこう。それでこちらはどん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 燃えすぎる。ちょっとおしゃべりが過ぎたね。おしゃべりが過ぎましたね。どう過ぎてた。過ぎたった、多かったって意味だよ。知っとるよ。はあ、疲れてるね。やっぱりね、カチってきました。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 もう速攻ね、これはね。速攻って言うとあれ、ね、チャン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 、それは特攻野郎だよ。失礼しました。知っとるじゃないか、みんな。お、こどこと言っております。知っとるやないか、速攻野郎ね。速攻野郎、あの水が流れるとこだ。それは速攻。今速攻の掃除してたんだよね。よいしょ。あちちち。あちちだぞ。あちちだぞって誰だっけ？コニタが言うんだよね。今どきの人知りません。無知を装えば今どきの人間にカウントされるというこのトリック。あ、やべ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 、頼む、お願い、もうそれ以上上がってこないで、油の怖さ、もうそれ以上上がってこないでください。お願いです。私が悪うございました。私が悪いございました。ピッてね、これでね。あ、すごいいい香りだね。うん、いいみたいだね。やっぱな、俺の祈りが通じたぜ。通じたんです。いいと、いいと、あれがねえじゃん。あれ、こう乗せるやつがないじゃん。乗せるやつ、どこ行ったねー。ないね。まあいいか。何年から何年期間。あ、ありました。あったね。これね。よいしょ。こうやってね。呼吸器を僕は使ってるんですよね。おー、うまそうだね。もうちょっと温度が低くなったら。あげちゃいましょうか。あー、ここもうまそう、大好き。で、ここがこういった後で何をやるかというと、キャベツと玉ねぎを刻んで、牡蠣を揚げにいきましょうかね。キャベツとね、玉ねぎの牡蠣揚げはね、これそのなんていうの、激うまだよ。いつもそんなこと言ってるね。玉ねぎの甘みがこう入ってくるんですよね。
これのならいいね。これはうまいね。溢れそう。大丈夫か、俺溢れんなよ。緊急事態に通る。大丈夫ですね。おお、いい音になった。もうちょい行きましょうか。ね、この人をね。スケジュール的に合ってませんが、まあいいことしました。よく叩いたんで、もうみんなここで入れちゃう。この大きさだったら3個ずつだね。卵でガードさせますからね。おお、ジュージュー、どうやべやべ。はい、こっち。はい、こっちもちょっとやってみましょうか。味噌汁を止めちゃってたね。ごめんね、味噌汁。今、音が変わったでしょ。中の水が出始めてますね。
このぐらいで俺はもう美味しいよねと思うんだけどね。あげてください。緊急事態発生、緊急事態発生、次入ってください。生産だったんですよね。お惣菜を最初に作り出して柴田の方でね、終戦後お惣菜を作って売り出したんですよね。そしたらみんなに馬鹿にされたって言いますよ。こんなもん誰も食わないよって。
今みんなお惣菜しか食わないで、50年先って言ってたんですね。で結局新潟市の本店が柴田だった大手スーパーがあって、新潟県内で2つの大きなスーパーの流れがあるんだけど、そのうちの片っぽですね。そこでそこのおばあちゃんの中に行って、簡単なところのここあの組み戸組み戸って言ってたんだけど、粉の練り物がね、この手を作ってたんだけど、ずっと買ってあげるよっていう約束をしてもらってたんだけど、その両方ともおばあちゃんはもういなくなっちゃってるから、あれだよね、いいけどもう時代が振り返ってったんだよね。もうちょっととろみがあるんだよな、粉だな、足りないんだよな、ダメだな、これな。こう音が変わってきましたね。いいですね。引き上げはね、本当にそこの差し上げ、いいところの作るかき揚げは美味しかったですよ。油がね、ドロドロでね、この油の中でもう何年も何年も油、まあ焦げを見てくるとね、ダメだからやっちゃう、直しちゃったよね。この人は上手でした。まだ生きてますよ、死んじゃうな。もうちょっと来ないでよなって言ってるんだな。で、その人言ってたからね、ただ粉の中に入れて揚げるだけだよ、水に入れて揚げるだけだよ、それでこの味だぞって言って、すげえ見えた。それが再現できないね、本当に。その1畳ぐらいある大きいところの大きいこの油の機械があるんだけど、フライヤーがあるんだけど、それの中で上がっていく天ぷらはもう素晴らしかったですね。はい、最後入ります。はい、最後入りました。燃えるなよ、燃える男のファイルだなっていう、なんかありましたね。こっちもね、あれもう火良かったよ。静かになった時が一番怖い。これはうまそうだね。で、こっち側は、わあ、ちょっと焦げてるけど、骨が焦げててちょうどうまいかもね。まあ、なんでもいい方向、いい方向、こっちも人生、なんてかして人生、もう疲れてる。なんでもいいんだね、こんな人生なんてね。で、かき揚げを作るための道具が、嘆きの壁じゃない、道具の壁にあるんですね。よいしょ、道具の壁の、どこだっけな。はい、道具の壁、映りました。よいしょ、これです。ニンニク潰し器がついてますけど、これが天ぷら用ですね。
秘密組織がどっかのきっかけで、で、これがあのかき揚げをこうやって入れた普通のダムでもいいけど、これが知らないようにやるやつね。これなんか使うとズルみたいだよね。でもいいじゃん、ズルだぜ。俺はプログラマーだよ。ズルいんだぜ。持ってるね。まあ、使わない一発あげてみて、ダメだったらまた、ねえ、手に出しとかね。これ何個もついてて、一緒にワッてやれるやつがスーパーとかで使われてますよね。だからあんなに高さがあって、吸ってない天ぷらができるんだよね。まあね。そういう技で使えるような人はあんまりいないよね。こうやってね、はい、入ります。あ、いけんね、使わないでやるっつってたんだ。うん、まあ使ってやろうよ、めんどくさいから。これね、トントンでした。まあ油の深さが深ければね、混ぜていきますよね。もうね、どのだろう、もういいと思うんだけどね。よいしょ。こんなだね。もうね、これね、まさに道具が作ってくれてるよね。ちょっと不愉快だよね。なんか自分の技でないみたいな、ね、いいんだよ。みんな道具じゃん。いや、やっぱり、でもやっぱりこの粉を汁にやるやつってのはね、技の人は技だよね。僕のいとこはこういうの使いませんでしたね。もうみんなすごい技でね、本当に見事でしたよ。そりゃ何十年もやりゃね、そんなこと言っちゃいけないよね。あれは彼の才能だよ。うん、なんだってそうだよ。その人にしかできない何かがあるな。それは人生だよ。また人生出てきました。あ、ダメだ。美味しくなさそう。これね、ちょっと食べてみましょう。うん。もうちょっと長くだ。しかしうまい。ちょっと信じられんぐらいうまいぞ。久しぶりだ、かき揚げは。返してもらえばいいんだよね。忘れてました。この失敗作は俺はどう。本当にかき揚げは面倒だよね。ほら、バラバラになっちゃった。中まで火通ってないし。うん。でも、うまい。これ、あれだね。ポン酢。
いいかもね。中華のうち。うまそうでしょ。何でも揚げたて作りたて美味しいよね。うん。うまっ。これがね、美味しいのは油がドロドロだからだよ。ほんとそれはよく覚えておいてね。そりゃあ試験管の上じゃ酸化した油ってのは体に悪いんだろうけどよ、試験管の中でだけだから、俺ら試験管の中で生きてんじゃねえんだからさ。最新の研究ではね、最新の研究ではふざけんなよ、うん、これうまいよ、うまい。この油の中で旨味を出しながら進んでったんだね。ちょっと低温の方がいいのかな、多分そうだな。油を入りましょう。一番低温にしましょう。これ普通のお玉にいいか。揚がった時に小麦粉ついたもの同士がくっついてると一体になるわけだよね。あー、鍋焼きうどん食って、ピッて言いますよね。あ、この温度だろうな。うん、美味しそうになる。練習あるのみじゃない人生は。じゃあ豆腐を入れて味噌汁に、中華汁味噌汁に。
はい、うん、もう自由だかな。出るんですか。もういいぐらいですね。あ、やっぱり高温じゃないとダメなのかな。パリッとしてないね。なんか高温じゃないとダメなんだ。エビなんか入っても美味しいよね。味噌だよっていうことでね。
こうやってね、その学校で習ってどの本っていうのはその地方ごとであまりに差がありすぎるのでちょっと難しいんですよね。はい、味噌が入ります。味噌汁は味噌が入って味噌汁代で、はい、味噌汁の方でした。味噌が入らなければすまし汁。そんなことはないよな。味噌入らないでカレーのルー入ればカレー汁だよね。カレーライスのカレーだよ。だからなんだってんだよ。はい、昨日買った関東わさびを入れて青っぽい色にしましょう。青っぽい色、青っぽい色、やっぱりいいよね、青っぽい色はね。熱くなるからね、気をつけてね。もうこんなでいいでしょ。乾燥はなもん、もう勝手に落ちてもらえよ。大丈夫ね、引っ込みました。危ないんで気合いをもう一回返しといたらいいですか。そこの方がやっぱり高温のはずだからね。返すのは今夜は外じゃないよ。何言ってんの。ちょっと焦げた色だよね。あ、でもごぼうとか人参とかもやると美味しいよね。こういうね、ごぼうかき揚げ、うん、オッケー。はい、ストップ。出来上がり。味噌汁もあります。今日は昨日の残った肉と一緒にかき揚げもあります。ちょうど7時。頑張ったね。じゃあ今日も一日一生懸命人生を生きましょう。